佐賀の佐々木翔一選手です。いやー連日、まあ、昨日も、ね、宮崎選手11フラで、ね、翔一も10秒9ですから、さあ調子悪いわけじゃないよね。そうですね、まあ、いい方だと思います、ね、で今日も競りも競りながら後ろ見てたね。いやいや本当無我夢中でやってましたね。いや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 競って後ろ見るって余裕あるなと。いや本当に無我夢中で、はい、いや騙されるぞそれで決勝の並びですけど、九州4番手で頑張ります。はい、でも熊本の若手が頑張れそうやね。そうですね、まあ、お世話になってるんでしっかり明日、うん、4番手つかしてもらいます。まあ、7番手ならないやろ。いやいや、もうレースなんで仕方ないですよ。そうなったらどうですバンク乗ってみて、このちょっと湿気があるんですけど、うん、連日なんかちょっと重い気がしました ね、はい、で珍しく風もあるしね。そうですね、強かったですね、うん、そこら辺はどう、あんまり風は。いやもうレースになったら本当がむしゃなんで、はいはい、あんまり分かんないですよ。ちょっとね台風の影響がありますね。風がねまた明日心配ですよね。そうですね、はい、はい、じゃあまあね九州から優勝が出ればいいですね。そうですね、九州の4人の中から誰か優勝できればいいと思います。ねえ、おじさん秋子さんも厳しい目で厳しいよ、はい、まあおじさんが見てるんで、まあ、下手なレースできないんで頑張ります。初日もなんか厳しいこと言ってえ全然聞いてなかった。そうですか、全然。いやまだまだ。あ、そうですか、ありました。厳しいね。あ、はい、じゃあ、決勝の意気込みをお願いします。明日九州4番手で頑張ります。応援よろしくします。茨城の、早崎修吾選手です。ね、今日ちょっとヒヤッとしましたね。そうですね、はい、ちょっと内に包まれる展開になってまくりもあんまり出なかったんで、まあ、ギリギリ3着でした。はい、やっぱちょっと作戦が失敗したような感じだったんですかね。そうですね、外から日野さんが叩いた上を叩きたかったんですけど、はい、ちょっとうまく自分も内に刺さっちゃったんで、そのまま、はい、一番前まで行ければなと思ったんですけど、ちょっと悟空くんのところで止まっちゃいました。はい、じゃあ今日もお姉さんのエトミキさんがちょっと怒ってますね。そうですね、ちょっとまあ秋子さんとエトさんにちょっと迷惑かけたかもしれないです。はい、いや早坂選手はね、もう元々メーカー日のスーパーダッシュですからね。で佐々木翔司選手も、ね、言ってました、まあ昔の強いと知ってるしね、スーパーダッシュですからね、やっぱ相変わらずこうキレはありますね。いやちょっと今回はあんまり出来も良くなかったんで、はい、ちょっとまあ 7-3 とあんまりいい着じゃないんですけど、まあ、決勝一発狙えればと思ってます。いや 7-3-1 でいいんじゃないですか、尻上がりで。まあそれを希望したいと思います。はい、ファンに一言もう一つお願いします。はい、はい、相手が強いんでちょっとどこまでできるか分かりませんけど頑張りますので応援よろしくお願いします。熊本の宮崎翼選手です。初日の11フラ100勝おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱちょっとこう意識してた100勝は。いや全然意識してなかったんですけど、まあ初日取れてよかったですね。でタイムも良かったしね。そうですね、ベストタイムが出たんで。でも今日は車間切って1000個ぐらい足使ったんじゃないですか。いやまあ箱はやっぱ全然自分は楽ですね。いや楽地もかなり開けてましたね。そうです、なんか VTR 見たんですけど結構開けてましたね。いやーね、それもね、田中選手がね、よかったですね、残ってね。そうですね、もうあんだけ言ってくれたんで絶対残さないとと思ってですね。はいはい、でまあね、一着一着ですけど調子はどうですか。そうですね、もう直近全部一着なんで調子いいですね。どうですか、台風がねちょっと遠くはあるんですけど、ちょっと風があるんですけど、その感じは。いやまあだいぶ風あったんで、もう本当に会心残ってくれと思ってですね。あーですよ ね、いつもの佐世保ないんですけどね、風こんなにはね。そうですね、いつも軽いイメージなんで、うん、もうそしたら暑さそんなにないですか。なんかジメジメしてちょっと重い感じはありますね。雨で湿気がですね。はい、わかりました。明日、九州並びなんですが、どうなりました。自分は、池田国、田中会心、自分の3番手でいきます。で、翔一も固めるらしい。はい、4番手に佐々木翔一さんが固めるんで、はい、これは九州で優勝を出したいですね。そうですね、もう誰か優勝を出したいですね。はい、じゃあファンに一言お願いします。明日も一着取れるように頑張るので応援よろしくお願いします。熊本の田中海心選手です。ね、昨日も先行で、ね、まくって、今日は長くもがきましたね。そうですね、もう、はい、もう本当宮崎さんのおかげで、はい、2着残りました。
いやいや、いい係でした。で、台風の風は気にならなかったですか？うわ、そうですね、結構気になったんですけど、やっぱ体重あったんで、そのままもうブリブリ踏んでいきました。やっぱ風邪の時ね、その肉体だったら大丈夫ね。そうですね、この、はい、お腹の脂肪が最後助けてくれました。いや、筋肉でしょ。あ、筋肉だ、そうですね筋肉ですけど、はい、脂肪も。で、明日は並びはどうなりました？そうですね、はい、池田君の番手回らせていただきます。何、やっぱ新人ですからそんなに番手はないんですかね？そうですね、今回で2回目です。2回目で、はい、はい、まあ、それでね、勉強になりますもんね、またね。そうですね、まあ、はい、はい、勉強させていただきます。やっぱ九州4人でなんか優勝出したいですね。そうですね、九州の中から優勝を目指す、はい、はい、取れるように頑張りたいです。どうです、この湿気の中の感じは。わ、そうですね、まあ、体の調子は悪くないんで、はい、問題ないです。はい、分かりました。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、連日応援ありがとうございます。明日は九州の中から優勝出せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。岡山の田中和馬選手です。ね、初日も2着も良かったんですけど、今日の6番って素晴らしかったですね。あ、ちょっと前がもつれてたんで展開が向きましたね、はい、いや、6番となるスピードね、調子だいぶ戻ってるんじゃないですか？そうですね、ちょっとだいぶ着が取れるようになってきて、ちょっと行きやすかった。なんかセッティングを変えたとか？セッティングもちょろっと変えたんですけど、やっぱ着取れるようになってからですかね。はいはいはい、着が取れて気持ち的にも楽になりました。はい、で、明日なんですか？明日は、はい、明日は一人で頑張ろうと思います、はい、ね、熊本も多いしですね。そうですね、ちょっとしっかり行けるタイミングがあったら仕掛けて頑張りたいなと思います、はいはいはい、ね、でもね、結構気楽に走れるかもしれませんよ ね、 そうですね、逆に。でも、もうちょっと熊本がちょっと強敵なんで、ちょっと雰囲気見て、はいはい、やっぱ何かしないと多分チャンスないかなと思うんで頑張りたいです。はい、分かりました。じゃあ決勝の意気込みお願いします。はい、ちょっとでもいい着取れるように頑張ります。よろしくお願いします。熊本の池田悟空選手です。連日ね、先行して今日もなんですけど、2日間走ってみてどうですか？そうですね、ちょっと今日はラインにちょっと迷惑かけてしまったんですけど、まあ佐世保の相性はいいと思います。いや、ね、佐世保直線短いんですけど突っ込んできましたね。そうですね、今日はちょっと展開が向いたっていう感じでした。どうです、珍しく佐世保風があるんですけど、その感じは。まあ、あんまり感じなかったです。はい、で、明日なんですか？明日は、明日は九州の先頭で頑張ります。いや、これ珍しいですね、熊本はこんな並ぶでね。そうですね、若手で。また熊本みんな仲いいね。仲いいです、ね。はい、いや、これいいことですよね。やっぱそれバンクができたのもあるんですかね。あ、そうですね、はい、やっぱみんな一緒に、はい、切磋琢磨してね、はい、環境いいですもんね、はい。後ろの佐々木翔一もね、こう固めてますしね、はい、じゃあもうね、走りやすいと走りやすいですね。そうですね、走りやすいです。もうね、結構ね、大先輩がつけてるわけじゃないしね、はい、もう厳しいですもんね、大先輩がいたらね、はい、じゃあ、決勝の意気込みをお願いします。はい、九州の中から優勝者出せるように頑張ります。応援してください。青森の佐々木翔二選手です。ね、初日4着、今日は、ね、早坂選手から、ね、三半幕僚をかわして1着ですから、2日間走ってみてどうですか？そうですね、ちょっと昨日も今日も先行選手に迷惑かけている感じはあるので、そこもう少しいい連携の仕方をしたいです。はい、なんかさっき聞いたら宮城の登録の時、早坂選手も結構 S 級で走ってると。そうですね、はい、何度もお世話になってて、はい、なんで今日ちょっと、うん、自分が打ち行っちゃったのがちょっと良くなかったですかね。はい、いやいや、もうね、現地集合してますからですね、はい。で、ね、早坂選手たらもうね、ナショナルみたいな、そのね、もっともっと強いという一番ご存知ですね。そしたら、そうですね、もうついていけないレベルの集合結構経験してる、ね、あのダッシュですね、はい、やっぱ有名ですもんね。そうですね、はい、多分ね、やっぱその強さしてるだけ、また明日も楽しみですね。そうですね、もう全部集合に任せていきたいです。佐々木選手だったら、ね、こうやっぱセッティングとか変わっていくんですか？だんだん基本は変えていないです。あ、変えてない、はい、今時代がほらハンドルが狭くなって、ハンドル前にやったりとか。そうですね、体の動かし方とかは変えたりしますけど、セッティング自体はそんなに変えてないです。いや、ほら今もう前乗りになってしまってるんですよ。そこら辺はちょっとなってるんですか？まあ、少しは前乗りになってはきてますけど、はい、やっぱ
変わっていくんですね。はい、はい、分かりました。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。そうですね、敵強いんですけど周囲と2人でなんとか上位入れるように頑張りたいと思います。